はい、向こうの方に歩いていきます。今上に猿がいて写真撮ってました。あ、いた。いや、困ったもんだな。これだからね、危ない。ダメかな。こっちはやめて、この道取ります。まあ、これは少し前取って、あっちに猿がいて、この道を降りて、またどっちかへ曲がります。どこもお城の石垣のように高い。ここだって石垣の上から落ちたら大怪我です。ただ簡単に落ちにくいように、これ塀みたくしてますね、こうやってね。よいしょ。家との隙間。なんか猿に出会ってさっぱりです。ここで曲がれたらいいな。はい、こういう風景。こうね、ずっと向こう行っても猿がいたんで、ここも家あったのかな。こうやって囲うんですね。だから塀からポロンと落ちたりはしないんですね。あ、ここはないんだ。あ、こっち側はなくていいんだ。急に屋根の上に猿がいたりしたら驚くな。リュック持って歩いて、そこにあのスプレーを入れて歩かんとダメなんだろうか。なんかいないか。だいぶ降りてきました。ここ上見たらどういうふうに見えるでしょう。民宿やってる左。猫。あら、さっきの猫だべか。お前、友達になったつもりでいないでね。ダメ。バイバイ。来るのか。少しだけ。猫の相手するか。あ。こうです。うわうわ。多分上がってって左右に家。よいしょ。どこまでも高く、よくこんな石出てきたもんですね。つまりここは土の中どこ掘っても石が出るということかな。もうなんか苦がある。石垣は人のまことの積み重ね。ここです。よし、ここで一段落。はい。あ、疲れた。